稽古中は静かにご覧ください、会場内での携帯電話のご使用はお控えください。館内は禁煙です。所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。アルコール類はご遠慮ください。写真、ビデオ等の撮影は座席でお願いいたします。ゴミは分別して廊下のゴミ箱に押してください。代わって土俵上は幕の内関取衆になります。申し上げることであります。東方松鳳山、西方錦木、西方代わって千代の国、逸ノ城みたいなのが、どこにいるんだろう。あ、いた。順番取れなそうだな、でかいですよ。一瞬見せじゃないですか。俺俺ここから逆指名してたんだけど、照ノ富士まだいるね。あ、いないか。東方代わって錦木、緑のつけて、まあ、ここ西の方、西の方、こっちに行く。あ、いましたね。ただタオルをかけてます、ね、ちょっと軽く化粧はしっぽ、西方代わって大正丸、東方代わって錦木、東方代わって正代、
東方変わって宝富士。船長全然動かない、動けないですね。誰真正面にいますけど、一番正面動かないよね。もちゃもちゃもちゃめっちゃ顔がめっちゃ似合う。石形変わって玉鷲、玉鷲、玉鷲横綱三者三様だね。カルマ富士いたらいいもんね。本当にカルマ富士って何だったんだろうね。損失以外の何もでもない石川が待って極大生カルマが全部あるんですけど、ね、俺高値が悪いんだろう。スマホいじれない。そこまでそういうことかもしれないですかね。高バーの弟子じゃなかったから話変わった。石川変わって錦木。次は高安、日の里の近くに行こう。おおおお、お、御嶽、お、一の城あ、選ばれなかった。石川変わって小結び、御嶽海。いやいいね、面白いね。先はとかってこれは無料で見られると。本当ですよ。ある意味、本場所の4日目とかより面白い。部屋は近いんでしょっちゅう合同稽古ってらしいですよ。あ、そうなの、ね、部屋とか、そう。
背寄りでちょっと。稀勢の里と白鵬もお互い相手を見てる。うん、気になる。気になる。おお、残った。すごい。ああ、上げられた。逆に滑っちゃうときついっすよ。ああ。やばいよね、左。石形が待っている沖の海。だけどこれなんか万全じゃないでしょ。誰。あー、いいサッカー上半身だけ出すんだけど、確かに途中山もさ、俺腕強いと思ってたけど、やっぱ全然あるからね強いじゃん。そうですね。最初に西尾さんよく言ってましたけど、途中山好きな人っているのばっかり言ってますよ。誰途中山って好きな人いるのと本当だね。そんなになんか、よくわかんないし、バッとしないよ。バッとしたのね、かい。石垣からって、千代翔馬。翔馬。嫌いって人もいないけど、好きって人もいないでしょ、確かに。上位に行くあれはないよね。そうなんですよ。でも重量ではないんだね。そうそうそう。そうもうでも豊山とかあの辺に勝てねえじゃん。あ、豊山に勝てないんですか。豊山結構上がったでしょ、今回。確か3枚目か4枚目ぐらいだ。おおおおおあ、遠藤が遠藤が来たよ。あ、やばいやばい。石垣代わって輝き残った。やっぱ調子も軽いんですかね。綺麗だ。北の国です。北の国。どこ？セットつけてあそこ。手前であそこ。そこで。ジンベイですよ。ジンベイ。え、椅子座ってる？椅子座ってます。みんなスーツなのに一人だけジンベイ着てるんですよ。ああ、本当本当。おろおろ。手がでけえねやつ。みんなさすがに一人だけあの姿を着てますからね。さ、ラジオの時とかパーカーみたいな人とか、ね、そうですね、NHK の時受けるよ、ね、すごいっすね。まあ、北海道大国やから。いや、多分あの人だけだと思うんですよ。北さんちょっと微動だせずに言いますから。理事長どこにいる？理事長真ん中じゃないか、違いますよ。ああ、本当だ。あそこだ。池の坊はいないんだね。こういうのじゃない？こういうの。あ、そうだ。横芯じゃないの。返してね。石垣からって、大勢。両名称。誰も勝てんの。一の城はやれよ、はい。方が溜まってきたか。最初隔離から入んのかな。やばいよね。なんで腹割れてんねん。上半身の人ってさ、すごいじゃん。太もももやばいよね。すげえ。あ、格好と北まで。石垣代わって玉鷲。
キリが起こった。白鵬と春馬富士はウォーミングアップみたいなのがやっぱり完璧だよね。色ちょっと赤くなってるから、ね、スタンバってきてる。怪我しないってことは決めたんじゃないですかね。そうだよね。大きな気がしないですね。体もちょうどいいんだよね。でかすぎないし、かなりでかい。めっちゃこけられてる。タイリーが石方代わって千代大龍。遠藤めっちゃ土俵残ってる。撮ってますか。後ろから抱きつこうとしてる。勝った瞬間気まんまですね。女子色変わってきた。そうですよ。使ってると思いますよ。もうロック版ぐらいやってるでしょ。やってます。終わんないもんね。ちょっとタオルっていうか水くれみたいな。水くれないですかね。いやざわつくよね。これあと 1,2 番勝ったの。大関が言ってきたらさすがに受けるのかな。高橋まだ出ないよね。ゴエドどこにいるの。ゴエドそこにいます。右倒し。ああ、そこそこまだ。ああ勝った。あっ、取り直し。やばい、取り直しだ。なんでこんな稽古で盛り上がるの。すごい半端ないすぎて。ちょっとタオルやらんってやってっけどね。完全にニュースだ。そうですね。うわぁ、すげえ。やっぱ当たりは強いよなぁ。おぉ、ちょっと申し出が少なくなった。すごい。大関、大関なんじゃん、これはもう。大龍が遠藤やから、ね、めっちゃ疲れてる。どっちのシーン。石方代わって沖ノ海。沖ノ海もね、あんま好きじゃない。東方代わって正代。ここはこうあもうあ肩を伸ばしてる。あ、奇数結構やるともう土俵近づいてる。うわすげえ。東方代わって妙義龍。
ギア、ギア。石川と変わって宝富士。これウォーミングアップ全然違いますよ。全然違う。まだやるもんね。まだやるのっていうぐらいずっと立ってますもん。隔離は正当派だよね。そうです、ね。すり足としこやってさ。白はもう自分のあれに入っちゃってる。すり足とかってなんか筋一本一本残してる。そうだね。頭いいんだよね。そうそう、頭は隔離の方がいいんだけど、なんて言ったら白はやっぱ独特な人間だよね。普通じゃないね。先生も普通じゃないですか、ね。普通じゃないよね。おじさん亡くなったから、この場所勝ちたいと思います。めちゃくちゃ汗かいてますね。こっちの やってないやつに書いてるね。全然やってないですよ、ね、すごいですよ。一ノ城なんてまだ全然、一ノ城なんかもう、ね、体冷えちゃった、軽くちゃんこ食いたいぐらいの。ちょっと向こうに移動したのか。絶対そうだったな。出ないといけないですよね。本当だね。一の勝やってほしいよね。石川変わって関脇同士一勝3発行見てるかな。こっち側 あの東にいる力士の顔がよく見えるって、あっちに横に行ったんだよね。東方変わって小結び遠藤、遠藤調子いいね。石浦いなくないですか。石浦見ないね。いないですよね。行ったら分かるよね。ちっちゃいあのゴリゴリの石川変わって妙義龍。あ、着ても汗かいてきたね。あれでじっくりやってくんだ。ちょっと栃ノ心と着てなかったらやってほしい。そんなことしてガチガチやってほしいですかね。ね、石方変わって千代大龍。そろそろちょっと14枚目5枚目とかはもう帰ろうかなみたいな感じになって。お、竹笠やってないね。そういややってますね。三遊亜美錦もいないですよ。亜美はね、そこに水の前にずっといる。来た来たよ。一応しま合計460円。一番そうやばい。これはいいです。でも小さい、ね、ちょっとでもバーンって当たるとさ、もう森本とちゃん曰く一の城重いから下がりだしたら下がっちゃうんで、あの感性の。あ、でもいい感じ。すごい。誰だ？大関だ。ムギリ違うの？石川変わって錦木。もう十両ぐらいだよね。今日十両になる。怪我してるな。なんか糖尿病だって。怪我もしたり糖尿病。今十両。でかいね。聞いてなかった。ね？うわ、これで、うん、これはダメですよ。心配だね。東方変わって佐田の海。ちょっと老けすぎちゃったんじゃないの。僕ね、汗かいてるし、もうクリバックショーが
水を飲みに来たの。東方吉川さん、服部だけらもね、白鵬みたいな花火してくるんですね。なんだろう。石川のふくらはぎ関係。石川が割れて筋肉すごい。塩送り。臨床性は瞬発だよね。瞬発ですね。千代丸もやってなかった。千代丸やってないじゃん。ない、ね、石川に代わって沖ノ海。あれ、勢いいる？勢い見ないね、でかいよね。上映像もあるか。石方変わって錦木勝ち上げ禁じられて、またサクッと軽く勝ち上げてきた。ちゃうとなんか踏ん張れないですよね。やっぱ重たいから下がっちゃう。単純下半身単だから強くないんだよね。その下半身から体重うまく使ってのそると前に押していく。逆にとそれしかないんですよ。この2場所すっげえ強かったね。体重正規分けで大負けしちゃうあるよね。なんか2勝13敗とかそうなんですか。そうなんだね。もっと無視の芝居石川って、消防山でも割とまだ分けるん、うん、関脇で曲げるったぐらい。そうなんですよ。
が変わって佐田の海。西が高まって土地を襲う。東方変わって極大勢いっぱい、うん、西方変わって大奄美。西が変わって沖の海。
なくなっちゃった。去年あれですけど、これなんか格好があったんですよ。なんかどこにも見れたんですよ。めちゃめちゃ転がしたやつ。なんかそれでギャーギャー言ったんですけど、あったよね、一年のね。めちゃうぐらいやっぱり激用の差があるでしょうね。エノトワンのいやあれ500円だったんじゃない。ああ、まあ、ケミングみたいな。そうっすね、あの胸感じ。でも今日はでもあの世界線はきつそうだった。あ、季節の服を剥がしてThank you.
いやどうなの。とすごい強いね。強いっすね。大関っしょ。強いっすね。敵取るか高いし。豪華だね、三役。人々いつ行くのかと思っちゃいますね。俺もさすがに組んだらあれだもんね。高安どう攻めるんだろう。おーい、待って、ああ。西方変わって大関豪栄道。東方変わって横綱稀勢の里。横綱の申し出は断れない。そうそう、2人来たらどうする。東を選ぶ。先場所の方が良かった。良かったよね。自分でも悪いって言ってた。
デリバリー優勝できたと思うんですよ、ね、そうやな、ね、大関もうちょっと頑張ってほしい。聞いたな。ああ、そうですか。